はい、どうもさん、こんにちは、ノアです。さあ、今回はですね、今ね、すごい、寝起きで動画撮ってるんですけど、起きて、ツイッターとかね、いろいろと、その LINE だったりとかでも、ちょっとすごい情報発表されてますよ、みたいな。ね、ヒーローズの公式からすごい情報が発表されてますよっていうことで、今ね、この界隈全体がですね、ざわついております。はい、そちらの件について、ちょっとね、ご感想などをね、述べていきたいと、思ってます。はい。いや、ほんと、本格的にちょっと今ね、声が枯れちゃっててですね。はい、若干ね、聞こえづらいかもしれませんが、はい、ご了承ください。ですね、5月9日、明日ですね、木曜日、午後5時9分に重大発表、X の情報に、ご注目ください。これですよ。いや、これ何かっていうとね、このうっすらと、見えてるこれ、これ何かっていうと、ね、新種のさ、サイヤ人じゃないよ。これ、新種のサイヤ人とかではなく、いやー、ついに来たかと、このタイミングで。これね、まあ、何かっていうと、そう、新しいね、ドラゴンボールヒーローズの、これ、筐体なんですよ。これ、新しい筐体、まさかのね、このタイミング。14周年目っていうことに当たるのかな。まあ、前回13周年だったんで、ね、この14年目の、この年で、2024年で、ね、まあ、24年のうちに変わるかどうかわかんないんですけど、まだね、もうこれだけしか発表されてないから、ね、まさかの新筐体、ここでついに来ましたよ。いや、もうすでにね、これ1時間足らずでね、11万再生とかでこのポストがね、されてるみたいなんですけど、いや、まさかまさかのね、このタイミングで新筐体っていう、いや、これはですね、もう、まあ、そうだね、複雑ですよ。喜んでいいのか、ね。もう完全にさ、そのドラゴンボールヒーローズじゃなくなる可能性とかもまだあってですね。ちょっとね、まあ、完全に喜んでいいのかわかんないですけども、まあ、とりあえずおめでとうだよね。で、これね、自分もいろいろ考えたんですけど、これ、スーパードラゴンボールヒーローズってな、これ書いてないんだよね、ここに。これ、ボール、これボールでしょ？だから、ドラゴン、ボール、で、ここ見てほしいんだけど、これ S じゃん。ね、ドラゴンボール、ヒーローズってこれ書いてないんですよ、ここにね、まず。で、スーパーかな？これなんか、うっすらさ、SUP に見えなくもないから、ドラゴンボールスーパー、なんとかかんとか。何なんだろう？だってドラゴンボールスーパーヒーローズって変じゃね？だったらスーパードラゴンボールヒーローズでいいし、まあそうじゃない。まあドラゴンボールスーパーホニャララっていう感じのまあ名称に変わんのか、ここのやつはまあそんなに関係がない。ね、単純にドラゴンボールスーパー、をまあメインに押していくから、まあドラゴンボールスーパーなのか、まあ何なのかちょっとこれわかんないですけど、ね。まあとりあえず、はい、このね、ボタン見てもらったらわかると思うんだけど、まあ、ここだけを見る限り、とりあえず、まあ、ボタンシステムは継続。うん、それしかちょっと、わかんないですね、正直言って。まあ、全カードゲームね、全アーケードゲーム、まあ、ね、こういうボタンついてるから、もうちょっとこれだけでね、全く同じゲーム仕様になるかとかわかんないですけど、まあ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 、ヒーローズのね、完全次回作、っていう感じで、ね、一新されるのか、まあ、もしくはその、なんだろう、その、7枚になった時、あったと思うんだけど、ね、ベジットブルーが出た段。で、あんな感じで、もうゲーム性とか、ね、そのままにして、で、既存のカードも使えるような状態にしつつ、ね、筐体だけをリニューアルさせる。っていう感じかもしれないし、ちょっとね、これは明日になってみないとわかんないですね。とりあえずこの5月9日、悟空の日のね、5時9分、もう完全悟空に合わせてるんだね。で、このライブは、結構やばいことになると思う。同節の人数とかもそうだし、界隈全体がすごいね、ざわつくんじゃないかなって思ってます。で、ちょっとこのね、青い光、これが気になるんだけど、これは何なのかな？単純にそういうデザイン。ボタンではないよね、多分。それかさ、例えばですよ。ゲームの中で、じゃあ、KO、相手を KO したりするとここが光るみたいな。パーフェクトを取るとこれが光るとか、なんかそんな感じなのか、ね、単純に中でこれ LED 光ってるだけか、ちょっとわかんないですけど、まあ、ここにも DB って書いてありますよね。ドラゴンボール。で、これは何？星のマークがついてて、矢印、なんだろうね、これ。やばい。いいねがどんどん増えてる。すごい。リアルタイムでめっちゃ増えてる。リツイートも。
いやー、すごいっすね。ただね、懸念点があるとしたらこれね、真ん中なんですよね、赤ボタンが。これはマジで変えないでほしかったね。赤ボタン真ん中っていうことは、まあ、倍速とかどうやんだろうみたいな、感じでちょっと思ってます。はい。あ、すごい、もう2万再生ぐらい増えたじゃん。あ、すいませんね、ちょっと声がね、風邪気味でね、申し訳ないですが、はい。まあ、明日のね、重大発表、はい、どんな感じになるんですかね。で、まあ、ツイッターのね、方のね、意見とかもね、ちょっと、集めてみたんですけども、こんな感じで、新筐体にするのはいいけど、ゲーム性がほぼ同じなのに、セーブデータのリセットや、カードプールのリセット、プレイ代が上がるとか起きたら、大炎上不可避。はい、ということで、これはね、同意見です。ゲーム性同じ、まあ、要はね、その、カードスキャンしてキャラクターが、まあ、戦ってくれる、ね、チャージインパクトで勝って必殺技を打ってくれるとか、そういうシステムは変わらないんだけど、その、アバターとかのデータあるじゃん。ね、あれだけはマジでリセットしたらあかん。マジでこれだけは言えるけど。で、あとは、そのカードプール。まあ、要はその、今まで使えてたカードが使えなくなったりとか、もう本当にそれだけ、やめてくれれば、まあ、ある程度ね、ゲームバランスがちょっと崩れたりとか、ね、もう画面が全然違う、もう今までのヒーローズじゃなくなったりとかしても、ある程度は許されると思う。うん、この2個だけ守って、くれれば。で、プレイ台に関してはね、で、これはちょっとね、懸念点の一つで自分もね、プレイ料金が要は、今100円でプレイできるところが、200円になっちゃったとかね、そうなってくると多分一気にユーザー離れがね、引き起こされると思います。なので、まあ、この3つかな、本当に。ね、データ、そして、カードを今まで使えるようにしてもらって、プレイ代を上げない。うん。今までのままにしてほしいっていう。で、プレイ代が上がったケースって結構ね、アーケードのカードゲームってザラなんですよ。で、最近だとアーセナルベースっていう、まあ、ガンダムトライエイジの、ね、次回作のアーセナルベースっていうゲームが、今ゲームセンターで遊べるんですが、あれはね、リリースしてから今2年ぐらい経つんだけど、未だにね、プレイ料金が200円のままなんですよね。っていう感じで、多分ね、一回、その、ね、新しくしちゃうと、まあ、ずっとこう200円になっちゃうっていう説があって、それが怖い。うん。それがマジで怖い。だから、キッズゲームですよ。バンダイさん。あくまでもね。うん。このゲームはね、子供向けゲームなんで、そこはね、きっちりと、まあ、100円に抑えてくれるんじゃないかなと。で、もうね、ユーザーは、ある程度の課金システムはもうね、ついていきます。うん。例えばね、アプリ厳選とか、アバターの育成や、連呼だったり、そういう課金システム、まあ、集金要素みたいなやつは、ある程度許してくれます。ただ、200円、これだけはやめてほしい。新筐体はいいけど、カードを使えなくする。アバターを初期から作り直しはやめて。ワンプレイ200円になったら、差し確定です。今の筐体もガタ来てるからね、楽しみ。などなどね、たくさんのね、コメントが寄せられてますね、この、ポストに対して。でですね、そう、筐体もね、そう、ガタが来てて、これはみんなね、経験したと思うんだけど、戦ってる途中に、サーバーが落ちちゃうみたいな。で、あとはバトスタとかでも途中で回線が切れたりとか、ね、セーブされませんでしたとか、まあ、今回のザマスミッションもね、バグで一回さ、閉鎖されたじゃないですか。で、ああいうやつが、増えてきたから、もうね、筐体、今ある、スーパードラゴンボールヒーローズの筐体が結構限界を迎えているっていう、これはちなみになんだけど、結構前から言われてて、ね、そろそろ変わんじゃないか、そろそろ変わんじゃないか、みたいな。ね、そろそろもう、筐体限界だよね、みたいな感じで言われてて。で、耐久性の面に関しても、まあ、パネル壊れたり、ボタンが沈んじゃったりとか、まあ、そういうやつが、ちょこ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 、やっぱり増えてきて、もうここでね、うん、14周年まあ、ダイマですよ。ドラゴンボールダイマのね、始まる年なんでね、今年の秋からね、ダイマ始まるんで、それに多分合わせて、一気にね、まあ、攻めてくるんじゃないかな、と思います。いやー、でも、まあいいタイミングなんだよね。このアニメが始まるっていう、まあ最高のタイミングなんで、いや、ここでね、うん、ここでもう一気に多分、まあ別れ目というか、うん、まあユーザーがこうね、一気に増えるのか、離れるのかっていうね、うん、別れ目に立つところに今ね、来てると思います。ただまあね、やっぱりアニメとか関連してるっていうか、もうドラゴンボールのゲームなんでね、まあ下手にはしないと思うよ。うん。だって、現にね、スーパードラゴンボールヒーローズになってからも、まあ、確かにユーザー離れは多かったけど、それ以上に新規ユーザーもね、獲得できたわけなんでね、
で、やっぱりその売り上げに関しても、すごいと思うよ、ヒーローズって。そうだな。まず、お金を使う要素がめちゃめちゃ多いんで、ヒーローズって。だからね、本当に、儲かってるんだろうなと。うん。じゃなきゃ新筐体とかもね、作らないと思うし、そう。やっぱね、なんだかんだ言って、まあ、収益ってすごい大事だから、まあ、例えば YouTuber とかも同じなんだけど、ね。本当に稼げなくなっちゃったとか、存続維持、できなくなってしまいましたって、言ってね、その引退しちゃう YouTuber さんとかももちろんいると思いますし、やっぱりそこの、その支出と、ごめんなさいね、鼻が、まあ経費とかの関係上、売り上げがやっぱりあるから、ね、まあこういう新筐体も出せたりとか、新しい、ヒーローズのさ、プロモーションアニメとか作ったり、ね、キャスト雇ったりとかいろいろできるわけなんで、まあ本当に収益の面に関してはやっぱり本当すごいんだなって、思いました。はい。っていう感じかな。いやー、すごいね。まさかまさかですよ。うん。このタイミングで新筐体、リニューアル。さあ、果たしてどうなることやら、明日5月9日、悟空の日の5時9分に、これ、YouTube、YouTube ライブじゃないのかな?これさ、YouTube ライブってごめん、書いてないね。はい、失礼しました。普通に勘違いしたんだけど、これ生放送じゃないのか ?X の情報にご注目くださいしか書いてなかった、よく見たら。ということで、ちょっと YouTube のライブでやった方がいいと思うんだけど、じゃあ、こういう感じで、明日ツイートされるのかな?はい。じゃあ、皆様、明日のね、5時9分にまたお会いいたしましょう。うん。多分明日、またね、速攻で感想動画とか撮ってると思いますので、ぜひですね、今のうちにチャンネル登録をしてお待ちください。そして、新筐体になった後でもね、僕はね、ついていきますし、まあ、ヒーローズじゃ仮になくなったとしてもね、まあ、ついていく、ね、差し終までね、プレイして、YouTube もね、動画アップして、ね、ついていくよ、所存なので、はい、ぜひ皆さんはそこもね、ご安心ください。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。明日の動画でお会いしましょう。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。